どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、ダウンスイングで肘が、この折りたたまれた状態がどうしても伸びてしまう方、この動きがうまくいかないと思っている方はですね、この動画を最後まで見てみてください。この肘が体の近くに降りてくるための秘訣を皆さんに伝授していきます。私、三谷は4000名の方が通う、普段ね、スクールでレッスンさせていただいているんですね。本当に感謝しかありません。ありがとうございます。概要欄の方に無料で試せるお試しレッスンがありますので、ぜひご参加ください。お待ちしてます。それでは早速いきたいと思います。この位置に腕が降りてくるかどうか、ここです。これがどうしても早く伸びてしまう方が多いんですね。そういった方に、こういう意識でまず1回やってみるといいよと。で、スイングを2段階で考えていただくといいんですね。完璧を最初からあまり求めすぎない。ですから、ここに降りてきて、このまま伸びやかなスイング。もちろん理想はあります。その理想的なスイングに向かって、振れるようになっていけば、これはもうそれに越したことはないんですが、一段階ステップを踏んで、その状態に、そのスイングに向かっていってほしいんですね。では、それは何をやればよいのかということなんですが、ここの、この位置、この位置に下ろしてくるには、少し体の近くに降りてくるイメージ。体の近くに降りてくるというのは、少し回転がくるんとスムーズにできるようなイメージなんですね。ですから、振り下ろすところだけではなくて、振り抜いていく方も少しコンパクトに振ってみるというのを、皆さんね、今日はちょっとね、試してみてほしい。まあそういう思いでね、やっています。というのは、振り抜くこっちですね。このフォロースルーは、できるだけ伸びやかな方がいいんですね。ですから、クラブヘッドをですね、大きく描くような、大きいスイングアーク、ね、それを描いていくようなスイングになってほしいんですが、とはいえ、なかなか大きく振ろうとすると、こっちも大きくなってしまうので、まずは少しコンパクトな、こっちもコンパクト、こっちもコンパクトで一度やってみると、その回転するイメージがつかめるようになると思います。ですから、ここでくるんと、回転がスムーズに素早くできるような、そういう感覚です。ですから、ちょっと打ってみますね。こんなイメージ。少しここが小さいんです。ここが小さいんです。本来は伸びてほしいんですが、ちょっと小さい。ですが、こっちもこっちも両方小さいイメージだと、振り下ろしやすく感じる人もいると思います。ですから、あまり理想に一つ、ドーンといきなり行くんではなくて、一つのステップを踏んで、そのまま理想に向かっていけるように、まずは一個できるように、この体の近くに下ろす。この感覚を身につけるために、フォロースルーもコンパクトに。少し腕を回転させ、肘をしっかり折りたたんであげるような、こういう動きですね。ですから、フィニッシュもこれぐらいのところで止まると思います。少しパンチショットをさらに小さく打つような、そういう感覚かなと思いますが、これでくるんと回転するような、そんな感覚がなんとなくつかめると思います。もう一度やってみましょう。構えて。こうですね。ここで止めてあげるといいと思います。ここから少し回転するイメージがついてきたら、振り下ろすところでこの動きがスムーズにできるように感じられるようになってきたら、そこから少しフォロースルーは伸びやかに。大きく振り抜くような。そういう動きをしてあげるといいよということです。こんな風に、一つの段階を踏んで、それは、その瞬間はですね、理想的なスイングとはちょっと違う、ね。ですけど、その一歩を踏むことによって、さらにステップアップできるようになると思いますので、ぜひ試してやってみてください。皆さんの上達が必ずですね、スコアアップにつながると思いますので、とにかく、一つ一つやってみるのが大事かなと思います。最後に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。